ただきマンモス。いただきマスオさん。うんうん。初めて梅酒を作ろうかなと思うんだけど、今カインズホームで買ってきました。私梅酒とか梅干しとか全然やったことなくって、母はこの季節になるとすごいね梅干しをたくさんつけてたんですけど、初めて梅酒を作ってみようかなと思います。せっかくだから自分がつけた梅酒で美味しいお酒を飲みたいなと思って買ってきました。漬け込み期間は2ヶ月から3ヶ月って書いてあるので、まあ、夏から秋ぐらいには完成するんじゃないかなと思います。こういうのもさ、子供たちがお家を出て時間ができたからこその楽しみではありますよね。よし、できた。なんかそんなにお腹空いてないので、今日のお昼ご飯は、この脂質 70% オフの素材丸ごとグラノラを食べたいと思います。パルテノも一緒に。40g で 152kcal だって。あ、でもこのぐらいでいいんじゃない？このぐらいで 41.5g。別にすごい気にしているわけじゃないけど、ちょっと測ってみました。40g ってどのくらいかなと思って、だいたいこのぐらいみたいです。はい、今日の朝ごはんみたいなお昼ごはんが完成しました。ちょっとそんなにお腹空いてないので、こんな感じで今日はお昼済ませたいと思います。このコストコのコットンキャンディーっていうブドウがめちゃくちゃ甘くて美味しいです。いただきます。さっきお昼ご飯を食べてゆっくりしてたら、今日さ、私ネイルサロンの予約入っていることを忘れて急いで今行ってきました。ネイル見てくれてる方も多いみたいでありがとうございます。ネイルは1ヶ月に1回ぐらいジェルネイルをしてるんだけど、本当に毎回グラデーションのシンプルなやつしかやらなくって、今回はこんな感じ、わかるかな、ラメのグラデーションです。本当に毎回全く冒険せずにグラデーションのシンプルなジェルネイルにしてるんだけど、グラデーションだと伸びてきた時にこの地爪の境目があまり分かりづらいので、いつもグラデーションにしちゃうんだけど、ちょっと今回は涼しげな感じのラメラメにしました。
で爪のケアは特に、まあ、夏場は特になんだけどあまり気にしてないんだけど、もう昔買ったこのなんか花が入ってるネイルオイルをこういうところにこうやってこうやって塗ってちょっと揉み込むぐらいな感じのケアをネイルはしてるだけで、乾燥するとジェルネイルの持ちも悪くなるのでこんな感じで塗ってます。ほんのりね香りもする感じのものになります。ギリギリでネイルサロン思い出してよかった。本当にあのまま昼寝でもしちゃってたらやばい感じになってたよね。はあ、とりあえずちょっと曇ってきたので午前中干したお布団を取り込みたいと思います。今日の晩ご飯はせいろ蒸しにします。こんにゃく効果マカロニタイプ、こちらはこんにゃく芋由来のグルコマンナンが入ったマカロニになっております。今日の晩ご飯が完成しました。今日はせいろ蒸しです。あとマカロニツナハムサラダ、こんな感じです。いただきマンモス。いただきマスオさん。さてさてお味は。匂いはすごくいいよ。このせいろ蒸しってさ、せいろの匂いがいいよね、うん、いいね。なんか旅館みたいな匂いしない？旅館の晩ご飯。高級感。うん。美味しい。うん。ごま油も入れた。美味しい。美味しい。ヘルシーじゃない？うん、いいですね。今日はちゃんと火通ってる。うん。美味しいね。大成功や。大成功だね。これからせいろをどんどん使って、うん、蒸し料理をやりましょう。うん、少なくない？カップラーメン夜中に食べちゃわない？札幌ポテト一袋食べちゃわない、うん、たまらない。そう、あの塩味がさ、カッパエビせんより札幌ポテトの方が止まらない、うん、塩っ気がね、うん、食欲そそる塩っ気。